つの学校があるのだ。アメリカ国内はもとより世界のメディアにも紹介されたユニークな学校、主催しているのはこちらの方。こりゃもう会いに行くっきゃない。一体どんな人かなとドキドキしていたのだが、ハロー、こんにちは、シアトルへようこそ。迫力はあるけどなんだか優しそうな人だった。どうぞここよ。学校というよりはクリニックの趣。でもキスなんて一体どうやって教えてくれるんだろう。参加するのは恋人同士や夫婦同士よ。グループでのレッスンも多いわ。ここでやるんだけど、いい雰囲気のスペースでしょ。カップルで参加するんだ。校長のシェリー・バードさんは精神医学の名門アンティオック大学で心理学の修士号を取得し、メンタルケアでは30年のキャリアがあるという。キスの学校を開いたのは11年前。でも一体なぜ。キスは命の万能薬よ。でもただキスすればいいってものじゃないわ。キスも人間関係も大事なのは内容でしょ。正しいキスは体に本当に良い影響を与えるの。キスが体にいい？ちなみに受講料は1組1回37,500円。恥ずかしいわというカップルには8万円のプライベートレッスンもあるそうだ。幸運にも大人のソナタはそのプライベートレッスンに立ち会うことを許された。勉強になるかな。今回初めてレッスンを受けるというサムさんとケリーさんのご夫婦、まだ新婚半年足らずのお二人は共働きで同い年の33歳だ。さてとリラックスしてね。最初に伺いたいんだけど、どうしてこのレッスンを受けようと思ったの。前から気になってて一度試してみたかったの。きっととっても素敵な経験になると思うわ。レッスンを受けた友達のカップルに勧められたんです。とっても素晴らしかったって。二人とも以前よりずっと仲が良さそうに見えたので、私も受けてみようかなと思いました。ちょっと楽しそうだし。以前レッスンを受けたという友達ご夫婦、正しいキスのおかげで体調もいいという。ご主人のサムさんには他にも理由があった。キスをしていても時々お互いにふっと気持ちがどこかにそれてしまうような、そんなことがあるんです。このレッスンを通してコミュニケーションのズレを解決できればと考えました。さ、早速レッスン開始。先生は靴を脱いで床に座るように指示した。何よりもまずリラックスが肝心という。ふかふかのラグマットはそのためらしい。正しいキスをする前にちょっとした準備運動が始まった。お互いの目を見つめ合ってね。でも普通に見るんじゃなくて自分の左目で相手の左目を見つめるの。ん？左目同士で見つめ合う？一般的に利き目は右という人が多いはずだけど、なぜだろう？左目は女性の目なのよ。感情や絆を伝え合うには右目よりもずっと効果があるの。右目は男性の目だからどうしても攻撃的になってしまうわ。もしゲームで勝とうと思ったら右目を使うことね。
でも互いにつながり合おうと思ったら左目同士で見つめ合うのがいい。そんなことってあるんだろうか。疑り深い大人のソナタは調べてみた。古くからインドに伝わるヨガでは、左半身には女性の、右半身には男性のエネルギーが宿ると考えられてきた。右半身には競争や攻撃に向かう男性的なエネルギー、左半身には感情などを受け止める女性的エネルギーというわけだ。だから左目同士で見つめ合うと気持ちも通じやすくなる。キスの学校にはこうしたヨガの考え方が応用されているようだ。さあ、左目同士で見つめ合ったら、今度は呼吸を合わせます。一方が息を吐いたら一方が息を吸うのよ。相手のエネルギーを感じるようにして呼吸のパターンを合わせるの。そもそもヨガでは呼吸を最も大切に考える。ヨガにおいて息を吸うことはエネルギーを体に取り込むということだ。じゃあ今度はお互いのエネルギーを交換しましょう。相手の息を吸ってエネルギーを取り入れたら、自分の息を相手に送ってエネルギーを返します。エネルギーを通して二人が一つになるの。準備運動におよそ30分、先生はいよいよキスの指導に取り掛かった。キスにはいろいろな感情を込めることができるのよ。お互いにより心を開いてより親密になるためのものでしょう。見つめ合ってゆっくりとね、慌てずに1ミリ単位の動きが重要よ。欲望とか優しさとか情熱を感じて、そう、まず彼の上唇からね。いいわよ。解剖学的に見ると、キスをするとき人間の顔では30以上の筋肉が使われるという説がある。つまりキスは顔の筋トレにもなるらしい。カナダの神経外科医ワイルダー・ペンフィールドによれば、体の各部分の中で唇は指先に次いで感覚が鋭く、しかも細やかな動きが可能だそうだ。ミリ単位の動きというのはまんざら大げさな表現でもないってことか。そうよ、彼の上唇からよ。キスにはリズムが必要なの、ダンスのようにね。とにかくゆっくりが基本。そりゃまあ気持ちはいいかもしれない。でもこれが命の万能薬だってのはちょっと言い過ぎなんじゃないのかな。おや、妻のケリーさんが涙を浮かべている。それも満ち足りた表情で。彼女の中で何があったのだろう。よくわからないけど、彼の唇が触れた途端に震えが止まらなくなっちゃって、本当に驚いたわ。このところ忙しくてとても疲れていたんですけど、なんだか楽になったような気がします。ストレスが消えたみたい。これからもたくさんキスしてもらうわ。毎日ね。もちろん。正しいキスが体にいいってこういうことなのかな。